ああ、駐車場貸し切りにしてるんだ。くそ。いやー、強行突破でしょ。あ、いけないの？隠しエレベーター。そんな都合のいいもある？あるのかい？ マジか。あるんかい？何年か前にえらく酔っ払っちまって気づいたらどっかのビルのエレベーターに乗ってたんだよ。酒癖悪いなというか、いい加減お酒の飲み方覚えようよ。そんでエレベーターの扉が開くと目の前は地下中だったんだ。 あのエレベーターならあいつらも見落としてるかもしれねえな。いや、酔っ払っていけるくらいのとこだったら見落としてないんじゃない？ しかも覚えてる？そんな場所覚えてないよね。酔ってるんだから重要なんじゃねえか。酔っ払ってたんだから。酔っ払っていける場所見落とすか。飲み屋があるビルってことかって。おお、あるもんだね。確かにここはなんか地味だから分かんないんじゃないの。ただその地下駐車場とつながってんのこれ。おお、うまく潜り込めましたね。分かった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。ボディーガード。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。ナイスだぜ、サッチャーちゃん。いや、ものすごい声反響してるからバレると思うよ。 あんまり喋んない方がいいと思う。ようやくご対面かな、都知事と。通してくれよ。都知事と話がしたい。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審いや、不審者でしょ。勝手に決めつけんな。かなりの不審者だと思うよ。お前らマスコミじゃないだろうか。都知事のファンだよ。傍から見て不審者だ。ダメだ、どうしても。ダメだ。ちょっとだけだから。あかん、言うたらあかんねん。あかんか。あんたら関西の人来たか。せやったらなんや。まさか近江連合か、これ。近江連合っぽい、これ。つまり、ああ、そうなん近江だだ。な。否定しねえのか。都知事の警備や近江連合のヤクザさ。驚きだね。アホぬかせ。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなよ。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。いや、不審お者に見前えちはゃうゴミもだって。お前一つ落ち着けよ。なあ、お前ら。おとなしくそこをどけ。いや、どかないでしょ。さもないと。動くな。うわ、茶おか。いおい、ずいぶん物騒なもん出すな。紛らわしい動きすんなよ、火炊いてだけなんだな。足立さんも。っていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったら。まあ、ええわ。バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。いや、他の人も持ってるでしょ。一人から取り上げたとしても。そして都知事の車はずっと待っててくれるんだね、一応。一応待っててはくれるんだ。
間違えた。どんな技使うんだろう、めっちゃ気になるけど。うわ、なんか真島さんみたいな動きするな。とりあえず春日さんさえ回せば、まで回せばなんとかなると思ってる。これがね、横浜の企業のトップナンバーワンになった時に解禁された、確かその時に解禁された技なんですけどぶち込んじゃいましょうみたいなこれやばいっすなんだよそのボタン。ド派手にぶちかませ、サテライトレーザー何しちゃってんのこれ。まあここ地下駐車場だからね普通にやばいでしょこれ、相当チート技なんですけど、見てもらって分かる通り、まあ MP がだいぶ削れちゃうは削れちゃうんですけど、まあにしてもちょっと強すぎるんですよね。あっという間に終わってしまうという、あ、行っちゃう都知事の車が。よくここまで待ってくれたけどね。バカ。おお。大丈夫か。え？何？お！若とご対面できる。久しぶり若。都知事として接してくるんだろうけど。あくまでも青木亮として。まあ何してるんだお前たち。これは知事、気づいてるよね。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、気づいてるよね一番さんっていうことぐらいは。完全にお怪我はありませんか。絶対気づいてる。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、バックミラー越しにってか思いっきり見てたでしょ。若が、なんだ今の表情は。あ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。差しの話し合い、いや絶対向こうは一人で来ないだろうけどな。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何とぞご容赦ください。では乙姫ランド、しかもそこを指定してきたってことはやっぱり野々宮の殺しは自分がやったっていうことをまあ言いたいのかな。うん、いや向こうは絶対一人じゃないだろう。罠だよねまあまあまあ行くしかないんだけど、他の人周りでちょっと待機してもらってた方がいいんじゃない、近くで。そう、近くに隠れてて、それが絶対いいと思うんだけど。いや、ない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 。一人で来ない、絶対。待った。不細工な男になっちまう。嫌なんだよ。一番らしいっちゃらしいけど、こういう顔になっちまったらもう。切ない顔するからな一番さん。いやもう準備はもうできてますよ。まあ思いっきりみんなついてきてるけどね。まあここで別れるってことか、別れるっていうか
散らばるってことかな。おう、うん、なあ、いや逃げようにもな、でも荒川のおやつさんがここまでね裏で手回してくれて計らってくれてるわけだから、おやつさんと意思が共有できてればというか思いが同じならばここで何かしてくるとは考えにくいんだけどね。若か、こんなところで生まれたんだなお前は。まあ正確に言うとここではないけどね、うん、ソープはソープだけど、わかる、会いたかったんだろう。わあ、そこはやっぱ認めてくれるんだな。お前の聞きたいことならわかってるさ、うん、どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、うん、どうして俺が登場界の壊滅に加担したのか、うん、あとこの体も気になるな。昔は車椅子だったもんな。うん、いろいろと聞きたいことが山ほどあるよ。答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。へえ。肺の移植手術。肺なの？知ってるか。向こうじゃ移植の順番が金で変えられる。肺が悪くて歩行ができないって。でもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。なるほど。そのために。名前を変えたんですか。手術のためだけじゃねえ、うん、荒川真澄の息子として生まれたこと、うん、病気のせいで青春時代は人並みに謳歌できなかったこと、うん、そういう人生そのものを書き換えるために。なるほどね。名前を変える必要があったんだよ。でもその結果今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた、うん、どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。うん、政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。うん、おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだ。めちゃくちゃ喋りましたよ。そういう男、30分ぐらいかかりましたからね。奴は一言も喋ってませんなんて言ってたけど、うん、目を見りゃわかるよ。だから処分した、うん、本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。いや、めっちゃ喋りましたね。隅から隅まで喋りましたよ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒に V1 ジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろ。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るために俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東城会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのは荒川組はけじめをつけさせられますから。うん、
お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。そうなの？それ誰にもわからないっすよ。いや、わかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。なんで？そういえばお前と最後に会ったのはあの晩だった。あのキャバクラの夜でしょ。覚えてるか？知ってるよ。大晦日に行ったカムロ町のクラブ、うん、君が女に振られた日ね。振られたというかトイレで聞いてはならない会話を聞いてしまった時ね。うん、あれはちょっとめちゃくちゃかっこ悪かったよね。バカバカ、いつからそこに。俺の女だって言い切ってたくせに全然自分の女じゃないから懐かしいな。用途は済んだのか。何？俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。大丈夫かよ、若。車椅子ちょっとくっつり切れてんじゃないの。大丈夫ですか？うん、うるせえ。いや、どうせ酔っ払いだ、ね、せっかく心配してくれてるのに。いやいや、これ怪しい、危ないでしょ。這いつくばったらやばいって。いや、見るでしょ。やけになっちゃったよな。惚れた女にあんなことを陰で言われてたらな。あんな短い時間に不法投棄扱いされる？おい、起きろや。こんなとこで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっただ、出て行け。ん？約束だ。社会の見込みが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくる。いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおどぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがったか。うわ、これ本物で撃たれちゃうやつでしょ、多分。どこで買ったんだ？撃っちゃうでしょ、これ。バカ、撃っちゃうよね。本物なら撃ってみろよ。撃っちゃうよ、これ。ほら、どうした。この、あ、撃っちゃう。このカウントダウンに合わせてパーンっていっちゃうよね。撃てねえよな、見せかけの偽物じゃな。めちゃくちゃ煽るじゃん。あ、絶対撃つ絶対撃つ。これいい加減に。ああ
バカが撃ったのか。あー、沢城さんが撃ったんじゃなくて、若が撃ったのを、沢城さんが撃ったことにして、おやすさんに報告したんだな。いや、沢城さんもだから、いわば身代わりだったんだな。おやすさんの、まあ、自分の息子が人殺ししたなんて言えなかったんだな。その男は鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。なるほど。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに。そういうことだね。そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。ああ、でも親父さんもそこまで知ってたんだな。お前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わり。ああ、そういうことか。お前に頼み込んだんだ。だ、ジョーさんも正直に言ったんだな。乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。全部知ってたんだな、親父さんも。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか。絶望するのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前を、あいつはバーン。だいぶ親父さんのことよく思ってないな。若は呼び方がひどいもん。頼んだぞ。あいつとかやっぱ目指してる方向性とか見てるところは全然違いますよね、親子では。それでも俺は荒川の親さんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ。なんで偉人町にいる。あ、それは知らないんだ。理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくるのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいです。そいつは光栄です。なんか鼻につくな。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけど。いや、これからはめられるんじゃない。でもいや、これもうハマってるだろ。一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思った。お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしよしな。その代わり条件がある。何？二度と俺と俺の親父に近づかず。いいな。まあお前には近づかなくてもいいけど、親さんはちょっときついな。俺からも若い条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して。それは無理だろう。してください。無理だろうな、その条件。クメは国会議員の器じゃないですよ。まあ完全にクメはね、民事党内でも同じ見解だ。懸念後ろ盾がなければ、あんな世間知らずの若造は落選するに決まってて。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか。俺の価値を知らしめさせるためさ。え、想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党のやつらはどう思う。
青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値がある。だからって話なんだけどな。久米は若の引き立て役ってわけですか。その先には一体何があるんだろう。駆け引きのゲームなんだよ。だったら異人地を再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターか。あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんとって不法滞在者を一網打尽で捕まえられる。まあそういうことか。捕まえる。ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、うわぁ、その後はそのまま強制送還だ。そんな、まあまあそんなこったろうとは思ってたけど。彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して異人町を再生するシェルター。名前に偽りはない。どうしちゃったんだよ若。俺の条件を飲めないんです。まあ言う前からもう飲めないよね。飲めないね。うん。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。うわやっぱ一人で来てないよな。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてました。若が最後の情けを無駄にしやがって愚かな。だいぶ多いね。おお、一人じゃなかったって思うよな。難波さん、あ、近くで待っててくれたんだな、やっぱり。いや、いい仲間だな。まあ仮にこれで向こうが一人で来てたら不細工になってたんだけど、結果オーライだよな。向こうも一人じゃないのはもう目に見えてたからね。中の連中ナイアゴロを取りこぼしたよ。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。ナイアゴロどころかホームランになっちゃうと思うけど。